風船は中国三国時代の食官の武将。父は風、子は風蝶、風募る。父が戦死すると左中老将となり、やがて官中都督に昇進した。263年、義軍が退去して蜀に攻め込んできた時、少女と共に冷やす席を守っていた。義の紹介軍の先方孤列が冷やす席を攻めた時、少女が も列に城を明け渡して降伏してしまったが、不戦は戦って戦死した。父と共に、職に忠義を尽くした人物として高く評価されている。こらは罪を犯して、秘民に落とされたが、後に、不その功績で諸人として解放された。小説、三国支援儀では、降伏のアラム社で、鉄線となぎなたを愛用している。脅威に気に入られ、北伐に従い、儀との戦いで活躍する。 大誠を生け取り、李法を討ち取り、トウモグサも破っている。義軍が退去して、職に攻め込んできた際、部下の少女と共に、傭兵関を守る。将会が傭兵関に押し寄せた際、少女は守りを固めるべきだと進言するが、引き入れずに席を出て迎え撃ってしまう。このため、少女は、将会に投降して、傭兵関を明け渡すことになる。 不戦は怒って奮戦するが力及ばず、最後は、食の神として生まれたからには、死して、食の鬼とならんと言い、自奮して果てることになっている。三国志職所、容義伝の中に引く、期間、タスク神さんより、ありがとうございます。